ちゃん、こんばんは。あ、見えてますね。よっすよっす、やっほー。あ、よかったよかった。こんばんな、うん、始まったよ。お元気ですか、皆さん。今日はね、ナノストーリーを流しながらの配信でございます。グリーンフロントそうなんですよ。今日はあのアーティストデビューをして1周年を記念してのインスタライブでございますので、これ見たことあるよって方いらっしゃいますかねこのニット、さっきツイッターでね、あのアポロベイの公式ツイッターで堀真似さんが書いてくれてたんですけど、知ってるよっていう、知ってるよって方いるかな。こんばんはに、なーなー、ネックレスかわいい、ありがとうございます。これもお花なんです、ちび花1周年おめでとうございます。あ、ありがとうございます。本当にね、もうここまでもう1年、本当にあっという間ですよ。皆さんの応援のおかげで続けられております。本当にありがとうございます。よっすーよっすー。あ、見覚えがあります。あ、そう、こちらは堀内まりなチャンネルの一番最初の動画、あ、そう、あの、はじめまして堀内まりなですの動画の時に着てたニットで、そうなんですよ。で、しかも堀まりさんにいただいたニットというねYouTube に出てた。そう、その通り。そうなんすよ。あっという間っすね。あっという間っす、本当に。ねえ。デリシャス。春っぽくてとてもいいです。ありがとうございます。ピスタチオから。そうなんすよ。皆さんも春服なりました？洋服。君かわいいねってきた。あ、そうっす、うん、今日もナノストーリー聞いたよ。あ、嬉しい。いつも元気くれてありがとうございます。こちらこそです。こちらこそっすよ。皆さんも夜ご飯は食べましたか？8時ですけれども、モスグリーン、モスグリーンね、カーキ的なね。 YouTube 解説が本当に嬉しかったの覚えています。もうだって YouTube 解説したのもちょうど1年前ですもんね。あれ、1年前？そっか、もっと前かな。2年前？解説はね、誕生日なんで。誕生日か。2年前の誕生日。2年前か。あー、2年経ちました早い早いよ。あ、今食べ始めました。お、いいな。誰食べてるんですか？ツイード、まだツイードのジャケット着てマフラー巻いて通勤してます。いいっすね。マフラーをね、マフラーの外し時がわからないんですよね寒いのが苦手なので、ついね、ずっとしちゃうんですけどね。もりもり食べたよ。いいね。シューマイ、シューマイ食べた。いいな。私もこの間お弁当でいただきましたよ。大きくなって、大きくなってしまいました中からこんばんは。お、こんばんは。グッドイブニング。ピザくん食べた。いいな。サラダス、お、いいっすね、健康的。麻婆豆腐、お、いいな。麻婆豆腐ね。衣替えを今ですって教えてくれる人欲しい。あー、確かにいてくれたらめっちゃ嬉しいっすね。今です。
あ、サッカーワールドカップ出場決定しました。お、すごい。サッカーか、いつか見に行ってみたいな。食後のウイスキーお湯割り中、いいっすね。マリナちゃんは何食べたの？私はですね、さっきね、差し入れでお団子さんをいただきましてですね三色団子をいただきました。でも、もうライブが1ヶ月前だったので、いや本当に楽しかったですね。ライブ来てくれたよって方いますか？みんな見に来てくれましたかね、ライブ。マネさんと胃の中お揃い？あー、よもぎを食べました。マリアさんよもぎ、私は三色団子だったからね、一粒だけお揃いですそう、ライブ良かったよ。あー、いやー本当に楽しかった。楽しかったよね。ねもうしばらく1週間ぐらいずっとナノストーリーのライブの夢がねリアルに見てました。怒涛の1ヶ月でしたね。お疲れ様でした。ありがとうございます。ライブがあってからね、毎週日曜日本番でねあったんで、見に来てくださった方も応援してくださった方も本当にありがとうございます。嬉しかったな。そう、毎週あったから今週どうしようね、今週なんか変な感じですね。ここまで来ちゃうと毎週会えてたからすごい贅沢だった。もうセカンドライブが待ちきれない。私も早くしたいよ。ナノランドロス同じく早くライブしたいな。あ、大阪ね、お会いしました。あ、日曜日オフレコ遊びに来ていただいて楽しかった。大阪もねすごい楽しかったんですよ。たこ焼きをいっぱい食べて堀真さんと古着をね見て、古着デビューしちゃったりなんかして楽しかったな。なんかすごい、なんかクジラの鳴き声クジラの鳴き声、クジラが鳴いちゃって。サイリングくれた人ありがとう。オリゴ糖、最後ちょっとよくわかんないけど、オリゴ糖ちょっとよくわかんない。ジョイマンのネタかな。あ、なるほど、ネタがね本当にね、もう今日もねスタッフさんと話してたんですけど、もう本当に光の菜の花畑本当に感動して、一生忘れられない。気づいたんですか、それ？どの段階で気づきました？あ、でも本当に最新刊のイントロ途中で出てきて、うん、でその前向くまでは横見てなかったので、うん、もうセンターについて前を向いた瞬間に目に入ってきて、うん、すごい綺麗でしたね。本当に本当に震えました、うん、裏でスタッフもみんなうるうるしながら、そうだから最初のスタッフさんが用意してくださったのかなって思ったんですよ、ね、私たちもまさかのサプライズでしたよね、うん、いや、うん、急いで会場の後ろ行きました、ね、あ、それ動画撮ってくださったんですよね。これを収めねば、ね、そう、泣かせてやろうって意気込みました。やられた、やられたよ。まんまと、まんまと泣かされて。いやー、いないてやんのって。スタッフも泣いてたから。いやー、裏でね。本当に感動。愛だ、本当にね。ね、なななな、軟骨ってなんすか？え、ジョイマン、ジョイマン。あ、ジョイマン？あジョイマンネタは基本あんま知らない。そうっすね。ね、そうっすよね。ちょっとでも同じだとして。ちょっと世代じゃないかもな。いやでもちょっとね、うん、同じなシリーズとしてちょっと勉強する、ね。大丈夫そんな。大丈夫ですか。そんなに親近感なくて。勉強しといて。うん、勉強しとくす。
家の周り桜は今何分咲きですか。何分咲き、でも全然まだ咲いゼロゼロ分咲きかな咲きました皆さん桜。立ってる最中はね、そのなんとか我慢してそういう歌をね届けようと思ったんですよ。本当に手間だったな。去年の3月に CD を出して、そっから YouTube のね配信のイベントとかで出してもらって、5月、6月とか舞台とかがね続いたのかな。五感とかあって、夏の舞台かがあって、で9月にねオンラインライブ、これは初めてのソロではライブオンラインだったけど、あイベントとかね、あのリリーベとかはあったけど、オンラインライブ初めてそこでやって。11月もオンラインライブがあって、で2月か本当ファーストライブはようやくって感じでしたね。いやそうですね、もう1年越しというかずっとねやりたかったライブだったので、無事にできて本当に良かったし、なっちゃん誕生そうそう、あねなちゃんさんね、4月のねその振り返ってた時、あそのあなるほどね、はいはい、オンラインのね、はいはい、トークイベントでね、はいはい、MC やってた、ね、そうだ懐かしい、見られてた人いるのかな、ね、でも結構見てたんじゃないですかね、うん、皆さん、楽しかったですねあれは。楽しかったですね。覚えてますか？うん、それは覚えてますよ。ねさ、ね、あの、うん、イベントの始まる前、うん、楽屋っていうかこの部屋で、うん、なっちゃんさんがなんかすごい曲をめっちゃ聴き込んでくださってで台本にすごいいっぱいコメントをね書き込んでくださっていたのが本当に私は嬉しくて。そうですね。いや、突然の女子会やってって言われて、え、私がやるんですかみたいな。あ、突然やったんですね。ってなって、あ、まあ、でもやるからにはしっかりちょっとしないとなと思って。いや、楽しかったです。皆さんもお優しく受け止めてくれてありがとうございます。皆さん超優しいですね。ね、本当ですね。思いますね。ライブとか見てても。すごい感じますね、そう皆さんの表情がすごい、うん、やっぱ印象にも残ってて、うん、そうなんかオンラインライブだと、うん、なんかこの曲の時に、うん、皆さんがどんな顔して聴いてくださってるのかとか分かんないから、うん、そうですよね、多分なんかイメージで笑顔で聴いてくださってるかなとかだったけど、実際にステージで皆さんの顔見た時に、うん、こういう顔で見てくれる方もいるんだなとか、うん、こんな風に楽しんでもらえてるんだなとかすごい伝わって、本当にそうですね、楽しかったですね。結構ステージからも見えますもんね、皆さんの表情。そうすごく超見えました、うん、今回は後ろの方も全然見えてましたよね。あ、もう全然見えてました ね、そう、うん、ちゃんと見えてました、ちゃんと見えてました出血確認の時もちゃんと手を挙げてくれてるのもちっちゃくてもちゃんと見えてましたなんか MC がすごい、マリナちゃんワールドがすごくて、うん、堀内マリナライブ始まったなって感じありました。本当ですか、うん、いっぱい目があった気がする、うん、超見ましたよん、寝てるの見られた見ちゃったっすよ。ツイッターのインスタのリンク見れなくなっちゃった。見れなくなっちゃった。インスタのプロフィールのとこにね飛んでもらえたら
見れるはず。そうですね、インスタライブの URL も飛べないかもしれない。あー、そっか、確かに、うん、プロフィールまでね、見てもらえたらね。そうですね、1年を通してどうですか、なんか1年経ったなって感じはするんですか。あ、でも、うん、してますね。あ、してるんだなんかやっぱり、うん、ナノストーリーを発売してから1年経って、うん、そこからライブができたっていうのもあって、うん、よりすごい実感はして、うん、なんか 昔っていうかね、当時作ってた曲の、うん、自分をちょっと客観視できるようになったっていうのもそうなって。なるほど。そうなんです。なるほど。だから、うん、すごい、うん、完成された形っていうか、うんうん、でナノストーリーをお届けできたかなっていう。ああ、なるほど。なるほどね。そうなんです。約曲を出して、まあ、約1年ぶりぐらいにみんなにやっと届けられたじゃないですか。まあ、そうですね。ね。でも当時の、うん、あの記憶とか、はい、気持ちとかも思い出しながら歌ってるのかなとか思ったんですけど。ああ、めちゃくちゃ、うん、ね、それこそね、菜の花とか、うん、バイオリン演奏曲とか作ってる時は、うん、もうコロナ禍ちょうど真っ最中だったから、うん、全然外にも出れなかったから、うん、よりなんかこう家にあった気持ちが爆発したっていうのがすごいあったかも、うん、タンバリンも楽しかったね。ね、タンバリン、あ、買えなかったか、次回も売ってください。売っちゃいますかね、またなんかいろんな形でね、そうですね、皆さんが参加できるものとかが作れたらいいですね。いや、本当に、あ、ライブ行けなかったけどタンバリンゲットしてくれた方もいらっしゃる。嬉しい。ドキドキ鳴らしてますぜひお家でもノリノリに、ね、あ、ライブ見れた、よかった。泣いたり笑ったり忙しかったねえ、なんかあっという間だったんですよね、私もライブしててね。トライアングル作ろう。おお、チーンってちょっとなんかお経みたいな感じになっちゃわないかな。チーン心の音マラカスね。あ、マラカスもいいですね。ちょっとメキシカンな感じになりそうそこ、裏側はね、どっかで見せられたらいいですね。あ、そう、撮ってくださってましたもんね、始まる前のとか。スリープアンダー聴けると思っていなかったので驚きました。デルタですね。いや、衣装はどうやって決めたんでしたっけ。あ、衣装は、先に、理想というかイメージをお伝えしてて、そう、なんかナノランドに来たんだっていうのが分かる衣装がいいなって。なんか私はディズニーがすごい好きなんで、もうなんかミニーちゃんみたいな感じの衣装がね、いいなと思って、それをいつも金モニっていう子供番組でお世話になってる桶田さんっていう方にね、うんうんうん、お願いしたんですけど、その方がめちゃめちゃ可愛く作ってくださって、セトリもね、セトリ考えたもんね。ああ、そうっすね。そう、セトリね、なんか皆さんがこのナノストーリーってアルバムはもう自分自身を探す旅みたいな、そういうテーマだったんですけど、それを生でお届けするから、みんなが菜の花になって、みんなが自分自身を探し出せたらいいなっていう、
なんかそういう、ね、ナノストーリー体感できるようなセットリストがいいなと思って組んでみました。桜曲も歌えてよかったな。手縫いの菜の花さん、そう、あの黄色の衣装のお花のお花柄は全部手縫いで一つ一つつけてくださったっていうね、本当に感謝でいっぱいですね、うん、早替えも頑張りましたねそうですね、ちょうどこの曲、あ、そうですか、この曲で今着替え中、うん、着替えて、そう、あと何秒です、あ、そうそうそう、裏で、そう、早替え、早替えはもうとにかく早替えの化身になって、うん、無で無で10年後も同じの着ようね10年後ってことは33歳いけるかないけますかね、いけるか、いけるか、ちょっと買っちかっときます自分に。いける大人になろうなりたい、いける大人になりたいよドリフの気分この間夢の中でドリフやってたんですよね、なんかなんかどうぞ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 って言ってたなんか多分何人かいたけど起きる直前に、なんかどうぞ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 、はいはいって起きるっていう、続きはなかったんですけどね。すごいね、夢もエンターテイナー。なんかね。20年後もいけるですって。いけるですって。43ですよ、もうちょっと。早替えはたくさん練習したんですか？しましたね、衣装さんとリハの時に、うん、そうそう、でも一番の難関はイヤリングでした。イヤリングを付け替えるのにさすがにね、その服はもう衣装さんが一緒に手伝ってくださるけど、ちょ 耳はちょ自分でやるっていうのがあって、ほんと出る一歩前までここやってましたでもちゃんとつけて、優しい人ね、堀内後ろってどういうこと？あ、それもドリフ、あ、ドリ、あ、そうなのかなるほどなるほど、そうなんだね、どうぞ どうぞどうぞと、あとおでんのやつしか知らないな死ぬまで夢を見るんだ、あー、そうなんですよね。皆さん最近夢見ました？なんか覚えてる夢ありますか？ゆきさんの息を目指そう。ゆきさんね、素敵ですよね。ジュリマリめっちゃ好きなので憧れだな。五感の経験が生かされて、あ、そうそうですね、五感も超早替えだったからめっちゃ練習したな五感の時。お、今日マリナちゃんの朗読劇に行く夢見たよ。おー、でね、今日これかな、じゃあインスタライブと見せかけて実は朗読劇かもしれません。嬉しいな、夢に出てこれた。空飛んでるよね、いいな。あ、おでんダチョウクラブか。そうそうそう。あ、そうかそうそうね、そうね、そうね。あ、ちょ、間違えちゃった。地上1メートルを飛ぶ夢、地上1メートル、絶妙に絶妙、むずい、逆にすごい逆にすごいっすね。ちょっと鍛えたらなんかできるんじゃない、できるかもしれないすごっそういう競技やったら楽しそう、ね、え、どういうこと今すごい想像したけど、ね、ジャンプがずっと持続してる感じだよね。あ、でもそうですねすごいね、太ももの筋肉とか鍛えたら面白い、すごい面白い、
さあ、これインク始まりですよね。サバカスも好きだな。最近寝ると朝が来る。確かに確かに確かに寝ると朝来るな。なんでだろう。ほとんど夢を見ることがないので夢の見方を教えてほしいです。あ、なんだろう。でも夢、見ない方が多分睡眠にはねきっといいんですけどね。なんか夢で結構メモとかしたりしてるとなんか覚えるようになって、なんか自然とこのあの夢の続き見たいなって思ったらちょっとね見れるみたいなねことがたまに起きます。飛ぶには胸筋が前に2メートル必要らしいよ。あ、そうなの。胸筋が前に2メートル、どういうこと、こういうこと、こういうこと。あー、じゃあ幅を増やさないといけないですね、体の。すごっ、ちょっとお手本見せてほしいですね。鍛えないといけないじゃん。そうっすね、胸筋を2メートルってすごいな。筋肉マン以上に。ヒラガールズもシスターズホーム楽しかった。あ、嬉しい。両方とも見に来てくださったんですね。ありがとうございます。もう見えてました、ちゃんとステージからも皆さんの顔見えてたんで。いつもね見に来てくださってる方は本当に。ヒラガールズはでもレイミちゃんっていうかね、みんなでヒラガールズのアニメの世界観を初めて皆さんにお届けできたので、楽しんでもらえてたらいいな。セリフとかね、何気にあそこが初だったの。あ、そうですね、そうだ、それが出てからアニメのねスポットとかも出たから。そう、まあでも放送まであとちょっとだからね。4月4日からなので楽しみだな。あ、シスターズ4めちゃめちゃ良かった。あ、ありがとうございますね。駒形さんとね、かこもちゃんと、あかねちゃんと4人で4姉妹やらせてもらって。いやー、そうね、ねえじいさんともうコラボしましたか。しました、しました。もうすごいね、まず場所もすごい綺麗だし、とにかく一緒に歌わせてもらえた時の今までに感じたことない興奮。すごい緊張もしたんですけど、やっぱりそりゃ、でもすごいね、支えてくださるというか前に導いてくださったので、ミュージエさんがそれに乗ってもう存分のね歌を込めました。あと10日、あ、そっか、放送まで、あー早い、楽しみ。あ、コンサーヒラガールズのコンサートホールでのハーモニーの響きが素晴らしかったな。あー嬉しい。やっぱね、4人で歌ってるとね、ホールのね響きとかもね相まってすごい、歌っててもめちゃくちゃ気持ちよかったです。あ、11日、あ、そうか、全然そんな謝ることじゃないです。サッカーね、出場決めたらすごいおめでたい。いいっすね。菜の花 T シャツが下手ってきたので裁判希望。菜の花 T シャツね、だそうです、ね、検討します。でめっちゃライブでもね、皆さんが来てくださってるのねすぐ分かるし、めっちゃめっちゃ嬉しいです。楽しみなことがたくさんあって幸せ、本当にね、もう幸せしかないです。
野外だったらとびっきりの花火を打ち上げたいですね。ああげたいですね。なんかみんなでその合宿的なことできたら楽しそうですね。なんかね、確かにライブ合宿、ライブ合宿ね、なんかね、朝ランニングしてみんなもみんなもただの合宿になってあ、でもそう、朝味噌汁飲むんですよ、みんなで今日は味噌汁何杯飲んできましたか。あー、今日1杯ですね一応毎日1杯なんですよね。飲みすぎはね、むくんじゃうから、ね、あー、そうですねしょっぱいものだね。ね、あ、それきつい、あ、きついかあ、ラグビー部かよ。でもラグビー部の人って胸筋がね飛べるんじゃない。確かにみんなで飛ぶための合宿になっちゃう。でもなんかね、楽しそう。ピーターパン的なことができるから、ピーターパン地上1メートル。ちょっと嫌な地上1メートルで君も飛べるよって、ね、うん、飛べそうってなっちゃう、ね、確かにやってみる、やってみるうん、寝る前みんなで足パカ、そうね、筋トレね、私がハマってるやつね、今ファッションで、いい心意気ですよ。入部しますか。しょぼいピーターパンだなーってね、頭のピーターパンちょっと確かに想像するとちょっとね、確かにちょっと確かに、ね、ちょっとですね、ちょっとやだなちょっとやだな、頭のピーターパンはちょっと、もうちょっとスリムでいいですし、うん、ラインキューブ渋谷でライブできたらいいね。あの、もともとね、渋谷公会堂だったところですね、多分ね、桜でね、卒業式したからね、やりたい。バスツアーやりましょう。お、やりたい、バスな、水上バスとかなんか乗ってみたいですね、いつか胸筋鍛えます。お、じゃあみんなで胸筋鍛えますか。あ、合言葉、合言葉言いますよ。マスター、マスター and crazy 楽しかったなー。あー、すごい蘇るなー。水上ライブ、あー、かっこいい、水上ライブかっこいい。モノレールツアー、あ、いいですね、みんなでモノレール乗るか。モンスタークレイジー、たまに用意してなかった。あ、確かに、あ、でもこれ一番だから、あ、もう一回、もう一回チャンスあります、ちょっと突然のうん、今のうちに用意しててください皆さん。お家にあるかな。あやちゃんのファンたちの呼び名、何かないですか。何花、菜の花立ち会うとか。おー、確かに、皆さんのことをファンネームは、あ、確かに、何ですかね、あ、何だろう、ちょっと、あの、来ちゃいました、ちょっとパートが、あ、すみません、どうぞどうぞマジめ話が途中ですね、うん、そうね、なんだろうな、なんか前ラジオでマカボン鬼塚さんがマリナーズとかっていうのすごいおっしゃってくださって、ユニフォームとか皆さんにそうですね、ユニフォームになっちゃう、ね、確かにマリナーズね、な、な、ナノラー、ナノラー、ナノラ ー, ナノラー、すごいかっこいい感じです、ね、確かにクレイジーよ、やクレイジー、悪口ちょっとだいぶ刺激が強い、うん、もうちょっと柔らかい、マリナーズ
仲間、あ、仲、あ、なが、なで、ああ、あ、面白い、仲間いい、仲間いいですね。大地から出てきた。広いな、広い、広いな、壮大だな。なんか菜の花の妖精さん、おお、だいぶファンタジーだいぶね、ナノラ結構いい、いいかも。いいんだ。いや、面白いね。うん。なんだろうね。ああ。シンプルにマリナーとかもありますけどね。うん、マリナーね。うん。なるほど。何がいいかな。な、なはま？仲間じゃない？あ、そういうことか、うんうんうん、すごいよろしくみたいなことだよね。いかつめの、うん、ナノランダー、ナノランダー、あーなんかいかつい堀内族ちょっとブンブンしちゃう感じですか、うん、みんなライブにはじゃあバイブの集合あ、なっちゃんズかわいいね。堀内のみんなオフィシャルパートナーなんかみんなちょっとダジャレみたいな、なんかね、大喜利、大喜利やっとってるかも。いや、みんなセンス高いからちょっとそういうところでね出ちゃいますよね。でもナモラ人気ですねいいかもマリナと愉快な仲間たち的なことになるのでしょうか。ああ、でもそういうことですね。でもそういうことですね、うん、ああ、マリちゃんの話でぶっ飛んだのぶっ飛んだのって言われるとね、言われるとね、これ意外と考えちゃうタイプなんですよ私も。いや仲間たちかわいいな、なんだろうな、な、みんなちょっとまんまやまんまなんですよね、なっちゃみんなの名がね、そうですね、みんな普通かな。でも確かにライブの時にね、うん、仲間たちも、ね、かわいいけどね、確かに、うん、仲間たちかわいいかも、みんな、ああ、そのみんなもあったか。みんなもかわいいって。ああ、優しいみんな。みんなのみんな。ああ二乗、みんなのみんな。二乗だね。堀地、畑。マリーナと福慶さん。ああ。福慶さんはね、でももうすでにね、もう出てますから。皆さん、あ、堀内です。そう、ね、決めちゃう、決めちゃいますか。堀内でもいいよ、優しい優しい、本当に皆さん優しい、もう優しい、本当に、本当にどっかで決めたいですね。そうですね、なんか今日皆さんに多分いっぱいアドバイス、確かにね、そう、うん、案をいただいたから、ね、たので、ちょっと今後ね、うん、なんか決めるならちゃんと決めて、確かに行きたいです。お疲れで、はい、お疲れで、ついでアンケート、あ、それもいいっすね、いいね、確かに、うっちーすかっこいい。いや、でも皆さん本当にね、センスが、ツイートで投票、うん、最新化ですよ、持ち帰って検討した方がいいよだよね、だよね、みんな優しい、持ち帰りましょう、はい、持ち帰らせていただきます、はい、マリさんと美味しいものを食べながら会議してくださいちょっとせっかくいただいたんで、ちょっと、はい、いいですか、どうぞどうぞ、ありがとうございます。くらいですな、そうなんです、ちょっと
みたらしさんもみたらしさんもちょっとなっちゃんからいただいたんでいただいちゃいますね。ひょうきんずムキムキやん。だいぶね、みんなもラグビー部なのかなっていう、ね、ラグビー体育会系のライブになっちゃうな、ね、楽しそうだけどな。美味しそうね、ツヤツヤですよ、すごいツヤ。いただきます。きれいな目してるな。つまんつまん、目の前にあって食べてくださった。下から、あ、ありがとうございます。ウェイトティッシュね、用意してくれます。ナゴベイめちゃうま。うまいなさぞか素晴らしい食レポをしてるんでしょう。あ、大胆が出ております。あ、あ、これは団子、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 堀内兄弟になっちゃうくらいとても美味しいです。みたらしいいっすね。あ、ありがとうございます。団子は茶だよねっていうね、そう、お茶をいただきました。いやー、うまいなー。団子の種類だったら何が好き？いやー、みたらしさんはね、本当に王道でね。でもよもぎも好きです。さすがのお茶、本当にね、本当に。いただこう。開けます。あ、開けます。でもなんか最近春になったなと思ったらいきなり雪とか降ってきちゃって、本当に、ね、今日もちょっと寒いですよね。あったかくなったり雪降ったり、なかなか衣替えね、いや本当ですよね。衣替えいつすればいいんだろう。確かに皆さんしたのかな。ね、でもさっきもなんか言ってましたよね、衣替え今日からどうぞって言ってほしいみたいな、うんうん、ヒートテックをいつ脱ぐかっていうね、わかります、わかりますよね。ヒートテックを着て、うん、コートを着ない派か、あー、ヒートテックを着ずコートを着る派か、はい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 、はい、確かに私ヒートテック着ちゃうな。あー、うん、私も着ちゃいますね。ね、冷えはね、うん、ちょっと大敵ですからね。本当にダウンしまったのにまた出した。あ、そうですよね、わかります、わかるよ。全部カバンに入れてくださいよ。あ、重くなっちゃうんですよ、そうすると。今も重いのにね。そうなんですよね。いつ春布団にするかもわかんない。ああ、お布団も、そっかそっか、確かに。あ、でもみんな今日コートにお騒がしました。コートで調整しちゃうな。そうだよね。あ、いただきます。ちょっとずっとそうなんかバレちゃった。そうですね。一つのことに、ね、集中する。手袋また出しちゃいました。あー、手袋離れられないですよね。
ますね。もうすぐ終わっちゃう。喉気をつけて。ありがとうございます。じゃあお茶いただきます。あ、タレね。気をつけますね。皆さんありがとうございます。何も縦に食べるタイプ。確かに。え、縦に食べないですか。横に食べるかも。でも物によるかもしれない、ね、ああ、うん、なんかタレがさついてるやつはさ口に結構ついちゃったりするからさ、横で食べるとこの辺にめっちゃついちゃったりするからね、確かに迷いますよね。そうですね、立て食い怖くない？今のところ意識したことがないそうですね。1年経って皆さんはアルバムの何の曲が好きなんだろう。確かに一番聴いてる曲とか気になる。大丈夫ですよ、ちょっと いただきますね。さっき3つ目と4つ目どう食べるか見どころみたいなごめんなさい、ちょっと煽られあえて見せないスタイルもいいと。あ、逆に、うん、あ、そういう感じでいこうかな、ちょっと今後今後ちょっとおしゃれ隠すっていうあ、全部欲張りだな嬉しいです。でもライブで聞いて余計に弓日記大好きになりました。あー嬉しいな。なんだかんだで最新歌、うーん、あー菜の花かな、イントロで。あ、イントロね。走るタイプそうっすね、ちょっとこちらをいただきました。3つ目はちょっとね、横に行きますね。あえて言うならミッドナイトレール、うん、ミッドナイトレールね。でもライブとかすごいやっぱ楽しかったですね。串は食べちゃダメよ。そうなの？ということでね、楽しい時間はテーマで団子持ったの？じゃあちょっと一旦失礼します。配信は後半によくやる告知告知をさせていただきます。さっきもちょっと話に上がってたんですけど、テレビアニメヒーラーガールがですね、4月4日の月曜日23時から東京 MX と BS11 さん他にて、放送開始となります。そうなんですよ、待ってました。バイお茶飲んでからで良いわ。ちょっと一口いただきます面白いね本当に次食べてもいいよ、お茶飲んでもいいよタレくっつけないでね優しい、優しい本当に、ね、いつもありがとうございます皆さんにね育てていただいております。そう、ヒーラーガール放送開始です。ヒーラーガールの YouTube チャンネルもやってて、そこではさっきもあったけどね、明治 A さんとコラボさせていただいて、今あのメイキングパートとかが上がっておりまして、どんな感じでやってるのかとか
どんな本番になるのかとか、それも楽しみに見てもらえたら嬉しいなと思います。ヒーラーガールズって本当にヒールアニメ、ヒールするアニメ世界な、嬉しい本当に。でも私たちもあの4人で歌ったりとか、あとアフレコの時もそうですけど、もうね本当にまずすごく楽しくやらせてもらったし、その楽しいワクワクが皆さんに届いて、お互いにねこうなんか癒しの世界をお届けできたら嬉しいなと思ってたので、ようやく放送開始となるのでね、皆さんぜひ絶対第1話から最後まで見てください。そして、舞台オタクに恋は難しい、百瀬成美役で出演いたします。5月の11日の水曜日から15日日曜日まで、場所は新宿のシアターサンモールというねところでやらせていただきます。はい、もうこちらも絶賛準備中で、あのねそう、さっきツイッターにも分かってたんですけど、明日キービジュアルが公開になるんです。すごい、あ、千秋楽撮りました。あー、やった、嬉しい、めっちゃ嬉しいよ。はい、見ます、ありがとう。そう、なるみちゃん役すごいな、本当に私も、もう本当に大好きな作品だったので、なるみちゃんを演じられることにね本当に光栄なので、たくさん研究してなるみちゃんと一体となれるように頑張りたいと思います。2回行きます、本当に、はあ、ありがとうございます。毎公演しっかりね、全身全霊で臨みますので。サンモール、そう、新宿、あ、落選しちゃった、そっか、でもまだチャンスあるから、ぜひ。うん、セリフ覚えだってるように頑張るよ。あ、そのオープニングも、そう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 、アイドル部署のね映画化も決まりまして、そう、この間あの映像が上がってた、あの、そうそうなんですよ。なかなかね、あの一旦ちょっといろいろコロナとかがあってあれだったんですけど、また動き出しますので、私もいけるだけいきますよ。そんな言葉だけでも本当に嬉しい。そうなんですよ、あれみんなチケットゲット済み、 ありがとうございます。一応3回取りました、なんですって、はあ、頑張ります。本当に主役は初めて、まあそう、でもあの五感の時はまあ主演っていうか、まあ、5人芝居だったし、キュハジの時も、まあ、キーウーマンっていうポジションだったので、主役はそうですね、初めてかも、主演っていうのは。本当に本当にありがたい、今年も大活躍ですね、応援しています、ありがとうございます。でも本当に皆さんの言葉が本当に支えになっておりますので、ね、今後の目標というか、今年はアーティストデビューをしてだから2年目になる、入る年なんですけど、まあ、ナノストーリーを作った上で学んだこととか、この間のライブで皆さんからいただいたパワーとか、やっぱりちゃんと全部受け止めて、さらにちょっと素敵な女性になれるように。やっぱね、お芝居もそうですし、歌も表現力もまだまだ全然、もうちょっと本当に頑張っていきたいなと思ってるので、そうだな、今年もうやりたいことたくさんあるけど、ナノランドをね豪華にできるように頑張りたいと思います。朝のおはようツイートしてくれるのすごく嬉しいです。私も皆さんがあのね、あのお返事してくださるのがすごく嬉しいです。最
品好きになりました。本当ですか。ああめちゃくちゃ嬉しいです。これからも応援してもらえたら嬉しいな。マックファイブのラジオも楽しみね。もうすぐ、そっか、堀内まりなのなんも多分1年経つですね。早いな。小坂大魔王さんと楽しくお話しさせていただいております。日本がナノランドになる日が来る。ああもう今のいただいた言葉全部ちょっと刻みました、心に、あの胸筋に刻みましたので、それを目標に頑張ります。そうね、スーパーレディですね。いやほんと目標に向かって、私は今年は24歳にもなるしね、しかも年女だから、毎年いつも思うけど、本当に12月31日には燃え尽きるくらい一旦ちょっと炎になって消えちゃうくらい頑張りたいと思います。あそう、あと明日の金モニはね、皆さんにちょっとぜひ見てほしいです。ぜひぜひ朝7時半からテレビ東京さんにて放送しますので、ちょっとこの明日の金モニは見逃さずに見てもらえたらとても嬉しいです。トラトライ、そうもちろん、ありがとう。おーそうなんすよ、大丈夫、第1回から全部忙してあります。すごーい、すごい、もう何年になるんだろう、だいぶ何年だ、でも毎週やってたし2年も経ってるよ、ね、そうですね。大丈夫、いっぱいになってないですかディスクいやでも嬉しい。ファースタナとか、そう心姉さんも来てたね。あ、そうなんですよ、ライブに心姉さんも見に来てくださって、本当に温かいメンバーでやらせていただいてね。あもちろん見るっすよ。あ、ありがとうございます。私も見ます。頑張りすぎないよね。あもう優しいお言葉をね、本当にありがとうございます。で皆さんも日々ね、お仕事とか学校とかいろいろあると思いますけど、ゆっくり休めるときは休んでくださいね。スクショタイムお願いします。あ、そうだ、じゃあちょっとこのお団子いいですか。あ、もちろん食べかけよりもじゃあ三色団子さんで、ちょっとせっかくだからなんかちょっと映え的な感じをしてる。あ、あとお茶も行きます。3、2、1。はい終了でございます。皆さん撮れましたでしょうか。春だよ、春のスクショタイムでしたよ今日は。三色団子、三色だぜ、春を先取り、お団子のお団子祭り、ライトは家も三色団子似合います。本当ですか、似合います嬉しい、ちょっと三色団子を似合い続ける女でいたいと思いますもしかしてウィンク苦手。あ、そうですね、ちょっとウィンクもちょっと、あ、じゃあ今年ウィンクできるようになりたいな。じゃあここまでとなります
皆さんでも本当に、遊びに来てくれてありがとうございました。だいぶぶりにお話できて嬉しかったです。またね、これから本番とかいろいろあるんですけど、引き続き応援してもらえたら嬉しいです。じゃあ皆さん、今日もいい夢見てくださいね。